こんにちは。若松呼吸器内科クリニックの若松です。今回は睡眠と認知症の関連について少しお話しさせていただこうと思います。認知症というとアルツハイマー病というものをお聞きになったことがあると思います。この病気というのは脳の神経細胞内にアミロイド β という老廃物がたまり、それによって神経細胞が死んでしまうことが原因の一つとされています。この老廃物であるアミロイド β を外に出そうという作業があるんですけども、これが活発になるのが実は睡眠中だということが最近分かってきました。ですので、しっかりと睡眠をとらないと脳の老廃物がきちんと排出されずにたまりやすくなる、アルツハイマー病になりやすくなるんではないかということが最近指摘されています。皆さんも睡眠をないがしろにせずにしっかりととっていただくことをお勧めいたします。